ハルデンは、ノルウェーのエストフォル県にある、超、自治体。ティスタカワデルタに面し、近くには、フィヨルドもある。スウェーデンと境を接する街としては最南端に、位置する。要塞と新しい橋スビネスンド地区から、北欧製道期時代のペトログリフが発見されている、ことなどからわかるように、この一帯では、早くから人間が住み着いていた。 1629年の文献には、傾斜を意味するハーレンという名で、村の記述がある。1665年には、デンマーク王フレデリク三世にちなみ、フレデリクシャールドと解消し、死に昇格した。それに合わせ紋章も作成された。紋章は青地に山頂に立つ騎士の黄色が生え、縁には、グメドオスという言葉が添えられている。 これは、北方戦争での市民の勇気を表しているとされる。1718年に、スウェーデン王ーカール12世は、フレデリクシャーアルドのフレデリクスハルド要塞で打ち死にし、これにより、大北方戦争は終結した。この要塞は1658年のロスキレ条約に、伴い、スウェーデンに割上された、ブーヒュースレーン地方にあった。 ボフス要塞の代替施設として17世紀に建てられた。1658年から1814年にかけて、フレデリク・シャールドは6回にわたり、スウェーデン軍の攻撃を受けたが決して落ちることはなかった。第二次世界大戦におけるナチスの占領を除くと、町はいかなる侵略にも屈したことはなかった。1838年に、 フレデリク・シャールドは都市自治体になり、1928年には再び、ハルデンと解消された。そして1967年1月1日に、ハルデン地域とティステダーレン、ベル、イッドの農村地帯が自治体として統合された。このうち、ティステダーレンは自治体が成立する以前から、ハルデンの一部だった。個々の政治家あるいは政党間で闘争が、 起こっているため、政治情勢は国内でも悪名高い。2007年時点で議会は労働党と社会主義左翼党、キリスト教民主党の3党が連立与党を組んでいる。ハルデンには多くの IT 企業が進出しているため、市はホールデン ITOG ミリオバイアンをスローガンに掲げている。町の IT 市は1960年代後半に ノルウェー最大のメインフレームが市内に置かれたことから始まる。しかし、1960年代から80年代にかけては主にノルスキー・スコグ・サグブラッグスという静止工場が原因の高レベルの公害が発生した。そこで、市当局と静止工場が乗り出し、汚染されていたフィヨルドや河川を元通りにした。そこで、町は1996年に、 ノルウェーの環境都市と呼ばれた。ハルデンにはノルウェーに2カ所ある原子炉のうちの1カ所、ハルデン沸騰水路が前述の製紙工場に隣接して立地する。原子炉は、ハルデンの最大的業で、経済、協力開発機構ハルデン原子力研究事業の最も大きな実験施設であるインスティチュートット・フォー、エナジャイトナイクが運営している。2004年3月には、 ノルウェー皇太子によりイフェの主要機関であるイフェマンテクノロジー組織研究室が開設された。近年新たに建てられた実験棟にはハルデンマンマシン研究室とハルデンビジュアルリアリティセンター VR 研究室が入居した。1958年に設立された OECD ハルデン原子力事業研究は国際共同研究事業でも最も古い部類に入り、 2005年現在で20カ国が参加している。ノルウェー国内では最大規模の国際研究事業でもある。このため街には世界各国から研究者がゾロゾロと来ている。これはノルウェーが原子力発電の商業化に関心を持っている裏付けでもあり、国際政治的には物議を醸しているが、地元の人々や地域政党の多くはこれを支持している。 ハンド、エル・スカンディナビアや、スカンデ・パワーなど、ハルデンの IT 企業には、イフェの下請けもある。市街地に張り巡らされた運河、レード庭ー、ヘイオスマステンというテレビ塔、スビネスンドバ市などの観光地がある。スビネスンド地区のフレデリクス・ハルド要塞には、歴史博物館も設けられている。ティスタ川森林と水域に囲まれるように位置する、ハルデンは、 ハイキングや釣りに適している。熊やヘラジカの出没は日常茶飯事で、スウェーデンとの国境沿いでは、狼も観察できる。初秋は、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、豊富な種類のキノコが見頃。ハイキングでは、コルンシェやプレステバッケが人気の目的地になっている。ブエール地区には、 速攻書がある。要塞で、しばしば屋外コンサートが行われるほか、教会、パブ、学生会館などでは、定期的に屋内コンサートが開かれる。ハルデンでは、モーターサイコ、マドルガーダ、モートンハルケット、クルト・ニルセンなどの著名なバンドや歌手がコンサートを開いたこともある。市内の劇場では、全国的、地域的な劇団が演じるほかコンサートホールとしても、 活用されている。毎年7月のハルデンの日に催される食品、木造ボート祭り、4月に催されるボンクラッシュ、万文火祭などが街の代表的な祭事である。芸術家のトーマス・ファンリーやジェイコブ・マティアス・カルメー,エールはこの地で生まれた。また、ヨハネス・フィントーやハインリッヒ・アウグストグローシュはハイデン出身ではないが、この地で活動した。 グローシュの息子、クリスティアンも建築家で、10歳の時に、ハイデンに越してきた。彼は70を超える教会、ノルウェー銀行、オスロ証券取引所、オスロの大学などの建築設計を手掛けた。バレーボールクラブとプレミアリーグでプレーするアイスホッケーチームが、本拠地としている。ノルウェーサンブリーグでプレーするクビックホールデン FK を、筆頭に、サッカークラブも、 多数ある。また、ハンドボールクラブもティストダレンズ・ティフと HK ホールデンの2チームがある。ハルデンには、国内で数カ所しかないカーリング場の一つが置かれ、東ノルウェー一部の試合が行われている。さらに、リーグは、アマチュアと2つの部門に分かれている。ハルデン出身のカーリング選手には、ノルウェー選手権や国際大会で優勝した者も,もいる。 周りの森林は、ハイキング、カヌー、ボート、釣り、体操、オリエンテーリングなどに適しており、市民にも人気がある。ハルデンは、夏季の都市と、姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。